ねずっとのめちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、おそらくこれからねユニバに行く方の中にはかぶり物ね買う方もねいると思うんですよね。でこの「おのみ TV」では前ですね、ユニバに売ってるカチューシャをですね全部ね紹介したんですけども、今回ですねこのカチューシャ以外のかぶり物をね紹介しようかなと思ってます。だからぜひねこれからねユニバに行く予定の方はですね、またねこの動画ね参考にしてください。あとちなみにですね、この TV は今後ですね、またね、ユニバに売ってる商品をですね、紹介しようかなと思ってるんでね、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。で、この TV ね、今年までに、本気でね、登録数ね、10万人ね、見せるんでね、ぜひね、たくさん登録ね、お願いします。じゃあ、早速ね、やっていきます。チュー。やっぱり今のパークの一番人気とかやっぱこのマリオじゃないかな。やっぱこのマリオ帽子ねかぶってる人ねめちゃくちゃ見ますわ。で他にはですねこういうね夏物ハットもねすごい人気出てますわ。特にこれからね暑くなるんでこういうハット系はですねめちゃくちゃ重宝されると思いますわ。そしてスーパー・ニンテンドー・ワールドで熱いね、被り物はですね、やっぱりこういうね、敵キャラの被り物ですよね。で、まあ、ニンテンドー・ワールドとかマリオ関係の商品って、マリオ系のグッズより敵キャラグッズの方が人気なんですよね。だからこういう系ね、めっちゃあります。このテレスの帽子もめちゃくちゃ可愛いですね。はい、じゃあ今日はですね、今現在ね、ユニバに売ってる被り物をね、ちょっと紹介していきました。でね、これからですね、まあ、被り物をね、探してる方はですね、まずね、この動画ね、参考にしてください。以上、全日本被り物協会のまめちゃんでした。で、これほんまにありそうな協会やな。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画上げると思うんでね、ちゃんとグッドボタン、通知ボタンも押すだけで、バーン